ペパン業パンなんだ。ミヤコメッセ。すごい。京都は広いけど、京都どこ行っても観光施設があるから。この辺りは本当苦労しないですね。これバスの方で行けるのかな。あ、地下鉄で8人もらったんですけど、こっちはこっちでまた美術館があるんだ。へぇー、細身美術館。なんなら国立美術館もありますし、すごいな、こんな近場に3つも。で、こっちからやと塩川原町とかあっちの方に行けるんだ。最終あれだけ取っとかないといけませんから、やっぱ地下鉄で行った方が良さそうですね。ちなみにあのがっつり見ていたんで時間はもう13時くらい、意外とやばい時間じゃん。これ漫画ミュージアムはまた改めて、あれ改めて来た方がいいんじゃない？あの、いや、今回とりあえず、スタンプラリーもありますしね。一回、とりあえず行くには行きますけど。よし。よし。お。結構細いところ、なんかショートカットみたいな感じの道をずっと行きましたけど、まあこっちはこっちであれですね。バストもすごい。いいですね。塩川町、あっ、から神田町神社の方向ちょっと。これは例えた方がいいかな。あ、どうしましょう。お平安高校かなんか。京都文教大学、ああ、そっちはちょっと絶妙な感じだ。そう、そうね。
かな、ムーヘンさんが。めっちゃ怖い。いつ来てた？有名な子。有名そうやな。めっちゃ怖い。いっちゃんだ。なんか救いようない。まともだよ。いいやな。あの、エラーさんが言ってる。飛んでそうやな。へぇー。